皆さんこんにちは。今日は鉄のフランジをローリングをせずにストレート方法で溶接をしていきます。パイプのフランジの内側の引き代は 4mm ぐらいでした。今回ノズルは7番を使用してタングステンの長さは 7mm で溶接をしていきます。それでは内側の溶接をしていきます。電流が 270A で棒が 2.4mm を使用していきます。電流が高いので一瞬でプールが広がるので、フランジ側の角を 1mm 残すぐらいでひたすらプールが広がったら棒をちょんと入れるというのを繰り返しています。今回ターンテーブルを使用していますので、ずっと同じ作業をするだけで安定したビードが得られます。ピッチを一定に行くのを心がけてみてください。これが内側の溶接を終えたビード外観になります。ストレート方法のメリットとしましては、ターンテーブルを使用できる場合はスピードがとても速いと思います。ただし手が震えないように注意をしないと、フランジ側の当たり面にビードがはみ出してしまうことがあるので注意してください。それでは外側の溶接をしていきます。今回板厚があり脚長を出さないといけない溶接だったので、まず細く1層ビードを入れていきます。1層目は電流は200で棒は 2.4 を使用していきます。1層では脚長や喉厚などがなかなか出しづらいので、僕は2層で溶接をしています。なので1層目はなるべく時間をかけず、小刻みに小さくローリングをして速く走っています。この作業をするだけで脚長や喉厚がとても出しやすくなります。なので2層目も綺麗になりやすいです。今回動画の方は短いですが、どのようにストレート方法で溶接をしているかを見てもらいたかったので、今回動画を上げました。ターンテーブルを使える場合などは、良ければストレートの方法でも溶接をしてみてください。それでは外側の2層目をやっていきます。電流は 270A で棒は 2.4 です。これも内側の溶接と同じでプールがすぐに広がるので、棒をちょんちょんと一定のピッチで入れて溶接をしていくだけです。この時に上り気味ではなく少し流し気味で溶接をするとビードがきれいにつきやすいです。電流が高いので止まることがないように注意をして溶接をしていきましょう。これがストレート方法のビード外観です。とてもスピードが速かったのがわかると思います。このように一定のピッチを保てばある程度きれいなビードがつけれます。今回動画がこれで終わって短かったので、上に映っている仕上げビードも溶接動画を載せていきます。今回仕上げは 130A で棒 3.2 を使用して、前回の鉄のパイプを溶接した動画よりも細かく走っていきたいと思います。前回の動画が結構粗めだったので、今回は少し粗めぐらいのビードをつけていきます。細かくビードをつけていく場合は、前回の動画よりもやはり手の動きは早いと思います。人に教える時にいつも言うのですが、粗くビードをつけたいんだったらゆっくりローリングをしてみてといつも言います。細かくつけたいなら電流を上げてもっと手の動きを早くしてみてと言うと、だいたい細かくつけれています。やはり粗い方がビードの焼けが少なかったり歪みも少ないし、スピードも個人的には速いと思うので、粗いビードをだいたい多用しています。今回付き合わせ溶接の仕上げビードもフランジ同様タングステンの長さは 7mm で溶接をしています。ちなみに粗いビードをつけても PT 検査や RT 検査なども全く問題はないです。ただビードの2番がしっかりとつながっているのは把握して溶接をしていってください。時間が少し余るので、鉄のパイプの RT 検査、人によってはレントゲン検査や X レイなどというんですが、それの注意点を述べていきたいと思います。まず注意点なんですが、ステンレスでも鉄でも言えることなんですが、タングステンは絶対につけないようにしてください。軽く一瞬つくぐらいだったら全然 RT 検査に問題はないんですが、しっかりビードにくっついてしまった場合には、そこのビードをグラインダーなどで軽くすり込んで溶接をしていってください。それと裏波の高さは面以上にしてください。パイプの面よりも引っ込んでいると RT 検査には落ちると思います。裏波の高さがパイプの高さと全く同じなんだったら、それは RT 検査は通ります。ですが、できれば 1〜2 ミリ裏波の高さを出すようにしましょう。あと裏波につららみたいに棒が飛び出ていても、あまり激しすぎなければ RT 検査に通ることは多いです。あとは黒革の掃除が甘くアンダーカットなどが入ってしまわないようにしてください。それと1層目を終えてから最終ビードまでの間の層のビードを、それの溶け込みが悪いと融合不良などで RT 検査に移ることがあります。あと意外と周りでレントゲン落ちてしまったっていう人に多いのが、1層目の終端部分でクレーター処理が甘くポツッとブローが入ってしまい、それが裏波にまで突き抜けていて RT 検査に落ちてしまったという人もいるので注意してください。先ほど述べた注意点に気をつければ、鉄の RT 検査は問題なく通ると思います。これが少し細かくいったローリング方法の溶接ビードです。これは昔やった溶接ビードなんですが、先ほどのビードと同じぐらいの粗さで溶接をしています。今日の動画でコメントやリクエストなどありましたら、気軽に記入の方をお願いします。それでは今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。